今週1週間はピーター・ポール&マリーの話をずっとしてきているわけです。そして昨日に引き続き今夜はオフコースの2人に、小田和正さん、鈴木康弘さん2人に来ていただいています。こんばんは。こんばんは。まあ、昨日はですね、ちょっと無理やりにピーター・ポール&マリーの歌なんか歌っていただいたんですけれどもね、やっぱり、2人に来ていただいてるんで、このオフコースのですね、はい、Now and Then という感じでですね、やっていただきたいと思うんですけれども、なんかね、今夜はあの彼、小田君の方はあのピアノの方にね、はい、行っちゃって、このスタジオは本当素敵なスタジオでしょ。そうです ね、でちゃんとピアノだけの部屋があってですね、なんか孤独に彼はあの部屋の中に入ってね、遠くの方から窓越しに僕らを覗いてるわけですがね、僕と鈴木くんはこのスタジオの広い中に2人でいるわけですけども、鈴木くんはギターを持っているわけですね。さてまず曲何歌ってもらおうかな。老人の姫ごとという歌を。ほうほう、タイトルすごい、若い人が老人の歌を歌うわけですね。大丈夫ですか。大丈夫でしょう。大丈夫ですか小田くんは言ってますが、鈴木くん大丈夫ですか。あのなかなかいい曲だと思っております。あ、そうですか。これはどっちが作ったの。小田君の方が。本当、はい、それではそれを聞いてみよう。やってください、老人の姫ごと。つまりその人生の終わりを、認識した老人が、でもやっぱりあの人には自分の愛が分かってもらいたかったという感じの歌なわけね、どうして小田君こんなその詩を、詩は詩も僕が書きました。あのどういう心境でできたの。別にこれといった理由はないんですけどね、
小田くんいくつですか？僕は27です。27で、ね、おーすごいな。なんか夜年並みをね。鈴木くんどうよ、友達としてですね、相棒としてね、そうああいうことを発想する小田くんってのはどういう人なの？普段陳氏木工型っていうかね、まああの人と喋るときは割と明るいんですけどね、一、うん、人になったときも相当物事深く考える人じゃないか。なるほどね、哲学的にね。ほほで鈴木くんの方はどうなわけ？僕の方はもう、うん、本当にあの、上辺だけの本当に単純な人間で、ね、そんなことないです。さてこの次に歌ってくれる青春っていう歌なんだけどね、なんだか老人の姫事という歌の後に青春っていうのも皮肉なわけだけれども、しかしまさかこれまたなんか青春かなんかにさよならをしてしまうんではないでしょうね。うん、そういう歌なんですね。そういう歌なんですか。そうなんです、実は全部さよならするんだな君たちは。なんかあれだろう、あんまりあの恋人に巡り合わないとかさ、いいことがないんじゃない普段、ね、ヒット曲がないとか。なるほど。さて、ハーモニーもね素晴らしいオフコースの曲、うん、もう一つ聴かせてください。今度は青春、やっぱりピアノ入るのね。そうです、はい、青春。Come on.